えー、私、作詞家、岡淳は、今日は谷隆介の呼ぶ子連歌についてワンポイント解説をしたいと思います。この作品、実は、この呼ぶ子とはどこにあるのか、呼ぶ子が何を意味しているのか、まずその理解から始めるのがいいと思うんですね。この呼ぶ子、これは佐賀県の 唐津の上の方にある港町そこにあるんですねそしてもうちょっと先に行くと壱岐島に、まあ、面してるとは言わないんですけどまあそっちの方につながっていくそういうまあ、半島といいますかまあそういう場所なんですねそしてもう一つこの呼ぶ子には隠された意味 というのがあるる意味付けるんですねすなわち呼ぶ子これはあなたを呼ぶ子すなわち私だからこれは私の恋歌なんですよという意味合いも含まれているそう捉えてこの詩を眺めていくと まず最初にもつれた愛の絆をっていうフレーズなんですねもつれた愛すなわちそこからこの女性はまあありていに言えば、まあ、不倫関係にある男性その人との縁を切るそのために旅に出てそしてこの 佐賀の唐津の呼ぶ子にやってきた。そう意味づけをする。そして、もうその男性とは縁を切らなければならないのに、どうしてもそれが切ることができない。なんとかその男性とよりを戻せないだろうか。そう願う。なんとかして、その 別の女性との縁を切って私のところに来てくれないだろうか。というかすかな一縷の望みも持ちながら宿の名前の入ったこれ2番にあるんですけども手紙を書くけどもそれは一方通片方のお便り。もちろん、受け取った彼は、 今、その私がどこにいるのか、それはわかるんですね。でも、この女性と復縁するということは、これはないんですね。すなわち、迎えには来てくれない。でも、やっぱり、その男性のことが忘れられない。それが、祈って待てば、 風が吹くのでしょうかそこに出てくるんですけど、この風が吹くのでしょうかこれは疑問,疑問文として捉えるというのは一般的だし、うう風が吹くのだろうか願がくば風が吹いてほしいという意味と同時に吹くのでしょうかいえ、そんなはずはない。 という諦めその意味を含んでると考える方がいいんですねすなわちこの歌を味わい深く歌うためにはまず題名が意味する呼ぶ子そこに隠された二つの意味そして三番にある吹くのでしょうかという 疑問文それを二通りで捉えるそれをベースにその女性のその男性に対する関係性とそして心の機微を自分の中で組み立ててそして聞いている女性に あ私もそういうことがあったなんとなくわかるわかるというふうに思い浮かべさせるように歌うこれがこの歌を味わい深く歌うポイントになります。